トマス・クロムウェル初代エセックス博、トマス・クロムウェルは、イングランド王国チューダー朝の政治家である。ヘンリー・パッセイに側近として使え、イングランドの宗教改革や、行政革命を主導した。1485年、ロンドン郊外のパトニーで、ウォルター・クロムウェルの子として生まれる。ウォルターは家事や、醸造家、旅館業など職業を転々とし、貧しい暮らしだった。 トマスは、早くから故郷を離れ、大陸へ渡航、フランス王国軍の兵士となり、イタリア戦争にも従事したという。その後1512年までは、フィレンツェの有力な富豪にして、銀行家のフレスコバルディケに雇われ、メーデルラントのミデルブルフ織物市場で生じに、従事していた。クロムウェルはこれらの活動を通じて、ラテン語、イタリア語、フランス語に堪能となり、 バチカン図書館の資料によれば、ローマ教皇庁の数奇教、レジナルド・ベインブリッジの代理人となり、イングランドに関わる、教皇庁公訴院の案件に従事していたという。1514年、ベインブリッジ数奇教の死後、クロムウェルはイングランドへ帰国し、トマス・ウルジー数奇教に仕え、ヨーク教会管区の修税理となる。ウルジーは1515 15年に、 ヘンリー達成地下の大法官となり、野心的外交政策、国内では独裁的な政策を進めていた。また、1519年以前に、福屋の娘エリザベス・ウィッキーズと結婚し、長男グレゴリーを設けている。法学を学んだ後、1523年には、イングランド議会の議員となって、招集動員の調査を行った。1529年に、 ウルジーの戦王が弾劾されるが、クロムウェルは擁護し、ヘンリー・パッセイから評価されて騎士に任命される。ウルジー失脚後も、王の信頼は深まっていった。当時ヘンリー・パッセイは王妃である、キャサリン・オブ・アラゴンとの離婚問題を協議させるため、後に宗教改革会議と呼ばれることになる議会を招集した。王は、キャサリンの次女であったアンブーリンとの結婚を望んでいた。 ため、キャサリンとの婚姻の無効化を望んでいた。王の離婚の意思を支持して、王の信頼を得ていったクロムウェルは、やがて宮廷内に入って、王の復信となり、1532年には公的な手続きを経ずして、閣僚となった。1533年には、大倉大臣、1534年には、国王秘書、公訴院、判事、1535年には、 総監督代理と出世を重ねていくことになる。こうして、王の信頼を得たクロムウェルは、イングランドの宗教改革において、重要な役割を果たすこととなった。クロムウェルの閣僚就任以前の議会では、ローマ教皇庁の意向も受け、王の結婚無効化が認められることはなかったが、1532年に、クロムウェルが、主導権を握るや、議会での議論はたちまち変化していく。 教皇庁の収入の源泉であった修道院の財産を遮断するとともに聖職者に対する立法権をイングランド王に移行させた。さらに1533年にはイングランド宗教改革の土台となる上国禁止法を起草し議会を通過させる。本来この法は王の婚姻問題のために制定されたものであるが、クロムウェルの手腕により、 公術のようにより大きな意味を持つ法となっていく。クロムウェルによる同法の序文には、イングランドは帝国であること、イングランドは教皇庁の管轄に属さないことなどが、高らかに宣言された。それまでも、イングランドの君主が皇帝を名乗ることはあったが、これは単に複数の国々を支配する君主という意味である。しかしクロムウェルがここで用いた帝国は、 イングランドはイングランド以外の君主に支配されることはないという宣言であり、教皇庁から独立した国民国家となったことを告げる画期的なものであった。教皇庁からの独立に伴い、クロムウェルは国王にイングランドにおける教会の頂点に立つことを進言する。1534年に議会を通過させた主張令によって、イングランド国教会は、 ローマカトリック教会から離脱し、国王ヘンリー・パッセイは、信仰の擁護者として、国教会の長となった。国王の区靴となった、カンタベリー大司教、トマス・クランマーも、また王の婚姻無効を認めた。国王の離婚のためだけに制定された、この二つの法令は、イングランドにおける、宗教史、政治史の転換点とも言えるものであった。 それまで、欧州全土に普及していた、教会組織の中で、一編教師部に過ぎなかったイングランド教会が、教皇庁から独立した組織、イングランド国教会となったことを意味したのである。この一連の改革においてクロムウェルは主要な役割を果たしたが、当然のごとく反対派もまた少なくなかった。ヘンリーパス性にこびるクロムウェルとは対照的に、 カトリックとしての立場から一貫して国王に批判的であった前代法官のトマスモアは王やクロムウェルに疎まれて失脚しやがてロンドン島に投獄され1535年7月6日に処刑されているヘンリー・パッセイとクロムウェルの宗教改革は上記の二大法令の制定にとどまらなかったやがてその情熱は修道院の解体へと注がれることになる 修道院は、イングランド国内にあるにもかかわらず、国外にある教皇庁の支配下にあるという、宗教上の弊害があった上に、経済的にも、イングランドの富を、集中保有しているとみなされたためである。クロムウェルはこれら修道院の資産を王室へ移管する、ことで、王権を強化することを進言した。1535年宗教上の国王代理に、指名されたクロムウェルは、 宗教裁判の管轄権を有し、さらに、カンタベリーとヨークの教会管区を統合。さらに総監督代理となった後、1536年に、小修道院の解散法を議会で通過させ、続いて1539年には、大修道院の解散法を成立させた。1540年3月23日、ロンドン北東部に最後に残ったオルサム修道院が、 解散を命じられ、中世以来イングランドにおいて、重要な役割を担ってきた、修道院はのきみ、姿を消す。そのあまりの過酷さに、修道士たちはクロムウェルを、修道士の鉄槌と呼んだという。一連の法令で解散させられた、修道院は400以上とも言われる。それらが所有していた財産は、王室経済を潤したが、ヘンリー達成によって起こされた。 フランスやスコットランドとの無意味な戦争の戦費決済に費やされることになる。結局、没収された修道院の土地はやがて王室の手を離れて、ジェントリー、都市市民層へ流出し、これらの層が成長していくきっかけとなる。さらにクロムウェル主導のもと、ウェールズの合同法が議会を通過し、1536年に、ウェールズとイングランドが統合された。 これらの功績により、1536年7月9日には、ウィンブルドンのクロムウェル男爵として貴族に劣せられ、さらに1539年には、自重長、1540年4月18日には、エセックス博となっている。ロンドン派主ヘンリー・パッセイは、キャサリンとの婚姻の無効化後、アンブーリンと再婚するが、第二王女エリザベスを設けた後、 次女のジェーン・シーモアに心移りしてしまう。アン・王妃はやがて反逆罪を着せられ、ロンドン島で処刑され、ヘンリー・パッセイは、ジェーンと三度目の結婚に臨んだ。どこまでもヘンリー・パッセイに、忠実なクロムウェルは、王によるアンの処刑及び、ジェーンとの婚姻を全面的に支持していた。失脚したきっかけは、1537年のジェーン、王妃の早すぎる、三徳死の後、 王の四度目の再婚相手として、アン・オブ・クレーブズをしたことであった。隣国との関係悪化を牽制するため、同盟国を欲したクロムウェルは、大陸各国の宮廷から、新たな王妃の候補を探索させた。クロムウェルは、宮廷画家、ハンス・ホルバインを、欧州大陸の各国宮廷に派遣し、非候補の肖像画を描かせたという。 やがてクロムウェルは1539年、イングランドとの婚姻に、重大な関心を抱いていた、ユーリー・ヒクレー・フェベルク公・公ヨハン3世の娘、アンナを王に推挙することになった。しかし実際に、イングランドへやってきたアンに越見した王は、ホルバインによるアンの肖像画と実物とのあまりの違いに激怒したという。結局1540年1月6日に行われた、 この結婚は半年しか持たなかった。クロムウェルに抑えられていた性敵たちはこれを絶好の機会と捉え、クロムウェル失脚に動いた。1540年6月10日、ノーフォーク港から反逆罪で告発されたクロムウェルは、突然逮捕されて、ロンドン島に収監され、人権喪失法により、試験を剥奪された。7月9日には、オートアン・オブ・クレイブズは、 正式に離婚し、同月28日5番目の妻となるキャサリン・ハワードと結婚した。その裏で同日、密かにクロムウェルが処刑されたのである。ヘンリー・パッセイは、このかつての片腕を処刑する際に、わざと未経験の処刑人に担当させて、苦痛を味わわせたという。処刑後、クロムウェルの首は、かつての性的トマス・モア同様、ロンドン市街に望むロンドン橋にかけられた。 なお、この日国王と結婚したキャサリンはわずか1年半後に処刑され、ヘンリー・パッセイは6人目となる最後の妻キャサリンパーを得ることとなる。1536年7月9日に以下の爵位を新規にノブされた。1540年4月17日に以下の爵位を新規にノブされた。1540年6月29日に全爵位を剥奪された。 1513年頃にエリーザベス・ウィックスと結婚。彼女との間に以下の三子を設けた。クロムウェルは欧米ではしばしば映画やテレビドラマで描かれている。そのうち最も有名な作品は我が命尽きるともであろう。レオ・マッカーン演じるクロムウェルは苦悩する主人公トマス・モアの最大の敵対者であり、無慈悲な野心家として描かれている。クロムウェルは ウィリアム・シェイクスピアの主劇、ヘンリー・パッセイの脇役としても登場する。また1602年に WS のイニシャルで出版されたトマス・クロムウェルという作品もある。イギリスの女性作家、ヒラリー・マンテルが2009年からトマス・クロムウェルを扱った三部作を刊行した。第1作のウルフ・ホール、第2作の在入を召し出せ、第3作の 鏡と光も高く評価されている。マンテルは英国で最も権威ある文学賞であるブッカー賞を最初の2作で受賞している。第1作と第2作は2015年に ABBC によりウルフホールとしてマーク・ライランス主演でドラマ化された。ABCD ・ヘラルディック・メディア・リミテッド・エセッオブ・クラクラフト・エス・ペーラ・ゲ・ザ・コンプリート ガイドツーザブリティッシュペーラゲバロネタゲ2018年1月9日閲覧ランディーダリルトーマス・クロムウェルファーストラストアール・オブ・エセックス THEPERAGE.com2018 年1月9日閲覧ありがとうございます